アレクサンダー・メルケルはカザフスタン・アルマトイ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ドイツ系ロシア人の両親のもとにカザフスタンのアルマトイ州で生まれ、6歳の時に家族と共に祖先の地に届くした。11歳の時から VFB ・シュトゥットガルトの下部組織に所属し、2008年の夏にイタリアの AC ・ミランのユースチームに移籍した。 2009から10シーズンにトップチームへ昇格し、2010年12月8日に行われた UEFA チャンピオンズリーグのアヤックスアムステルダム戦でデビューを果たした。2011年1月6日、カリア・リカルチョ戦でスタメンに名を連ねリーグ戦デビューを果たした。1月20日、コッパイタリアのエースバーリ戦で初ゴールを記録した。2011年6月、共同保有で ジェノア CFC に移籍。ここで活躍を見せ、2012年1月に中盤の故障が相次いだミランにレンタルで復帰した。2013年1月、ウディネーゼ・カルチョに移籍。2014年1月には夏までのレンタルでフットボールリーグチャンピオンシップのアトホード FC に加入した。2014年7月からはスイススーパーリーグのグラスホッパークラブチューリッヒに レンタル移籍することが発表された。2016年8月15日、VFL フ風に移籍した。2018年2月5日に、クラブとの契約を解除し、FC アドミラバッカーメイドリングへ移籍した。2018年7月29日、ヘラクレスアルメロに移籍した。2020年9月13日、アルファイサリー FC と契約。千二十一年八月十九日、 二年契約プラス一年延長オプションでカズイアンティプ FK に加入。ドイツ代表として u マイナス15から各年代でプレーしている。2015年3月3日、カザフスタン代表の代表召集に合意したことを発表した。ありがとうございます。